い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私のお気に入りのコスメを紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それではお気に入りのコスメを紹介します。まず一つ目はこちらのケイトのラッシュマキシマイザーです。はい、これはマスカラ下地なんですけど、私前まですごいビューラーしてまつげを上げてもマスカラしたら下がってきちゃうっていうのがすごく悩みだったんですけど、このマスカラ下地をつけ始めてからは全然落ちなくなって、本当にカールキープ力がすごいです。もちろんカールキープ力もすごいんですけど、ボリュームもすごく出ます。私まつげが命だと思ってて、ボリュームと長さとカールが欲しいので、もうこのマスカラ下地は本当に手放せないなと思います。値段も1200円ぐらいでプチプラなので、ぜひ試してみてください。ちなみにこれ私2個目です。はい、次はこちらのヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープっていう漆黒ブラックのアイライナーなんですけど、このアイライナーウォータープルーフになっていて本当に落ちないんですよ。しかもなんかアイライナーとかってにじむのがあったりするんですけど、これは一切にじまずにもう本当に描きやすくって、これも2個目です。アイライナーすぐ落ちちゃうなっていう方や、にじみやすいっていう方、ぜひこれ使ってみてください。私はこれすごくお気に入りです。で、3つ目がこちらのメイベリンカラーセンセーショナルリップスティックモードバーガーニーという、こんな感じの深いボルドーの色なんですけど、それを手に出してみます。こんな感じで今軽く一回スーって塗っただけなんですけど、すごく発色してくれます。このリップは本当になんか、私結構深い色のリップとかよくつけるんですけど、プチプラで1200円ぐらいだったかな、でこんだけ深い色が出るっていうのリップなかなかないので、私すごくこれ気に入ってます。なんかマックとか行けばもちろん空張りたくさんあるしあると思うんですけど、マックとかって1本3000円とかしちゃったりするので、深いリップ欲しいけど高いコスメ買えないっていう方はこれすごくおすすめだと思います。私も今までプチプラのリップとかってなんか使いやすいような色しかないと思ってたんですけど、このメイベリンのリップは深い色ですごく可愛いなと思います。しかもこのリップすごい滑ってくれるので、とても塗りやすいです。1200円でこんだけ発色も良かったらもう言うことなしだなと思います。落ちやすさもそんなにマスクのリップと変わらないかなと思うので、私はこれすごく気に入ってます。はい、であともう一つ紹介しようと思うんですけど、これはコスメとかではなくってメイク道具になるんですけど、こちらのダイソーの春姫です。このブラシは100円なのにすごく毛が柔らかくって、全然肌に当ててもチクチクしないし、すごいなって思います。これがファンデーションブラシで、これが2つともチークブラシなんですけど、私はこっちをチークブラシとして使って、こっちをシェーディングブラシとして使ってます。この2種類以外にも他にもアイシャドウブラシとかなんかスポンジとかも出てたりするので、すごく気になるなって思います。またもし購入したらレビューとかもしていきたいなと思っています。これ結構多くの YouTuber さんが使ってると思うんですけど、本当にもうすごい柔らかくって、100円でこんだけのクオリティあれば全然いいかなって思います。なんか100円だから月が悪いんじゃないのとかあると思うんですけど、全然月もよくってすごく愛用してます。はい、今回はこんな感じでおすすめのコスメを3つとおすすめのメイク道具1つご紹介しました。もっとたくさんお気に入りのコスメあるんですけど、特に私が気に入ってるコスメを3つご紹介しました。少しでも参考になってくれたら、高評価チャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。